心です。今日はなんと ECC レディースツアーのステップアップツアーにやってきました。昨日は予選2日目、トップはなんと3アンダーです。いや、私はね1日で何オーバー92だったから20オーバー今日はね私も大役があるんで、ラウンドレポーターといういつもの YouTube とは違う緊張感を持って頑張りたいと思います。まあ、そんな皆さんにどうやってこういうトーナメントツアーって作られてるのかを裏側ぐるっと回っていきたいと思います。こんな方々がこんなことやってくれてるからこの大会できてるよみたいなことをお伝えできたらと思います。これはリンゴルフだからできることだと思ってます。なんで早速行ってきます。大会本部にやってきました。ここが全ての中心だと思います。では早速本部の中に入りたいと思います。おはようございます。この大会の全部を、まあ、司っている場所、はい、競技運営、それから外回り、ギャラリーがどうやってくるのか、そういった安全対策とか、こういった天気情報を映してます。練習風景も、ギャラリーの方もたくさん練習場入って、こんな近くで見れるのもこのステップアップツアーの良さかもしれないですね。速報本部です。パソコンがいっぱい。おはようございます。選手のスコア、全員出ているスコアを集計して、そのデータを速報場に出したりテレビ放送の方につなげていくと。端末をボランティアの方に持ってもらって、選手一組に一人つくんですね。昔はトランシーバーです。そうですよね。昔はきっと多分そのスマホを今はピッとやれば飛んできて、ここのコンピューターの方にも表示されるようになっています。例えば今日誰が一番スコアを伸ばしているか、この情報を使って放送を作ったりもしてるってことですね。マスター室前に大きな LED ボードを出してますけども、そこに情報を出すためのところです。七夕ウィナーになってる。ちょっとそれは七夕なんで先にもう素材作っておくんですね。そしたらはい、じゃあボランティア本部にやってきました。ボランティア本部ってことは、無償で皆さんも大会のために活躍してもらっています。ちなみにどれぐらいの方が来られるんですか？今日で150人。やっぱ最終日は多いんですか？最終日ですね。で3日間で延べで450人の皆さんにご協力いただいています。すごい。どんな方がボランティアになるんですか？一般公募してますので、参加したいというゴルフ好きな方とか、やっぱりもうボランティア精神を、ね、持ってらっしゃって、いろんなことを、してあげたいなと思っている方々が協力しています。ホームブース紹介したいと思います。ラーメン、ゴルフといえばラーメン。今日海鮮焼きなの？焼き。すごい、どれも美味しそうです。あ、チキン、ザンギ、北海道の海藻サラダ。夏バテもしやすいこの食べたらいいんじゃないかと思います。苦手な食レポ、カニカマも。美味しいです。あ、お土産コーナーもありますよ。ゼリーです。見て、アイスゼリー。凍ってるんだ。凍ってます。あ、この子、この子、美味しいぞ。これがね、うちの看板商品、チーズ。レアチーズプリンの食レポしてよ。これの？うまい。チーズケーキ食べてすぐすぎない？すごい濃厚なプリンがあるでしょ。チーズの味ってるっていうか、チーズケーキそのもの、小さい、このパック、小さいチーズケーキ、この中にチーズケーキ入ってる。お土産に一つお買い上げになりました。 ECC のブースにやってきました。これがバンカー、これがイケニー、これウィツリーズですね。あ、バンカーとイケニーじゃダメなんですか？はい、ダメです。3つ入ったら特別できますから、1個ずつ。これは簡単です。簡単ですか？まっすぐですから。あ、曲がった。はい、曲がった。はい。いった。よいしょ。はい、特別賞。はい、応援に来ました。
か暑かったり、なんか気温の変動が激しくて、結構選手の方々も頑張ってますね、はい、結構皆さん苦戦してますか、結構グリーン悩んで、グリーンってそうですね、昨日結構重たそうな感じがしてたんで、結構多分速さが日によって違って、日によって結構悩まれてました。雨降るとね、急に柔らかくなったり、そうなんですよ。で、見た目は速そうだけど、意外と進まなかったり、そうなんです、昨日そんな感じでした。コルさんもあるんで、中継、13番があるんで、13番から知ってるかのように、いやいや、まあ、一回回ってるって大丈夫。でもなんかね、そのプロ目線ではもうないんで、私が伝えれるのって、本当はアマチュアで、ね、エンジョイでやってるレベルなんで、ゴルフで。気をつけて熱中症に焼き上げと。ありがとうございます。今日七夕だよ。何しよう。今日は七夕だよ。乾燥ミッドアマと太平洋女子選手権で80台が出せますように、さやさ心、はい。さあ、ということでして ECC レディスゴルフトーナメントファイナルラウンド、いよいよ優勝への行方、勝負の方も面白くなってきました。そうですね、はい、解説は宇田美希プロ、そしてゲストは佐伯佐心さんです。選手ほども蒸し暑い中で、はい、ね、かなり上がってきましたね。いや、優勝という目標がなければなかなか頑張りきれないような小田さん、コンディションでもありますけれども、さあ、いよいよ ECC レディスゴルフトーナメントファイナルラウンド、優勝への行方、このメンバーでしっかりと追いかけていきます。チェックします。いやー、本当にこう久々に近くでプロのゴルフしてる姿を見たんですが、まあ、今まで近いといってもロープの外で見ていたので、そのロープの中に入って、その強さというか凄さ、うまさを、プロの技を見れたのはすごく勉強になりました。で、私が今回行ったのはラウンドレポーターが理由なんですけど、そのラウンドレポーターしている川原さんのさらにアシスタントみたいな位置ですね。で、こうラウンドレポーターをやってる方の横にいて、へー、ラウンドレポーターの人ってこんなことするんだとか、かなりいろいろそれはびっくりすることがあって、まず川原さんはそのなんていうんですか、プロが打った位置とか見るために、まあ、ラフに行ってるとか残り何ヤードあるかとか見るために補足するんですよ。補足って、まあ、みんなわかると思うんですけど、まあ、歩いて距離を測る。でもそんな今時ってレーザーとか、まあ、距離計があるので、それで見れば何ヤードとか高低差も出るし正確だなって私は思ったんですけど、わざわざ補足する理由ってあるんですかって聞いたら、正直機械には信じられないみたいな。自分が長年プロゴルファーとしてやってきてるし、そのプロの目線になってそれを補足することで感じれる、自分もこの位置から打つんだっていう気持ちが出るから、そのラウンドレポーターしやすい。なるほどね。結構、まあ、その距離計使う方もいるっていうのは聞いたんですけど、河原さんはそういうやり方でラウンドレポーターをしてました。で、私最終組について回ったんですけど、最終組の、まあ、3人の方がかなりこう、なんていうんですかね、緊迫している時もあれば、なんか和やかな雰囲気の時もあったりとかで、その、まあ、勝負事だから結構こうシビアな部分とかもあるんですけど、3人ともこう共通してたのが、もう歩く姿が常にこう前を向いてて、ミスしても前を向いてかっこよく歩いてるのがやっぱ印象的でしたね。で、やっぱり戦略性とか、1人はドライバー持って、1人はウッド持って、それぞれで刻み方も全然違ったりとか、まあ、スイングもね、3人それぞれ違ったりとかで、まあ、スイングも含め勉強になりました。で、さらに
優勝された石川明日香さんは初日からトップ、2日目もトップ、3日目もトップ、でも本当にあの、その3日間ともトップ走ってすごく難しいことだと思うんですけど、体力、メンタルともに強かったんではないかなと思いました。で、まあ、アップダウンあるコースで、こう私はまあ回っててプロどうやってこれ攻略するのかなと思ったんですけど、もう弾道の高さが群を抜いて違ったので、関係ないっていうことがね、分かりましたね。プロにとってはもうあんまりそんな打ち上げでも打ち下ろしでも、その私が気になった池とかも全然気にならないみたいで、これはもうレベルの差を感じました。はい。でまあこう初めてねステップアップツアーの応援に行ったんですが、本当にたくさんのお客さんが来ていて、すごい盛り上がってるなっていうのを感じました。でステップアップツアーっていうのはですね、なんと22試合かな、20試合かな、まあ、かなりたくさんあるようでして、皆さんもぜひ見に行ってほしいなと思いました。で結構近くでね練習場とかも見えたりするんで、かなり臨場感あるので足を運んで見てみてください。はい、ではまたお会いしましょう。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。